10月24日土曜日、本日は週末ですので、来週26日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。皆さんこんにちは、たかしです。まず月足から見ていきましょう。来週1週間で月足が終了ということで、そろそろ月足のチェックをしておきます。現在はほとんど上にも下にも行かない、実体がないような状態ですね。ただ先月が陰線で終わって、しかもそこそこ下髭の長いような状態の陰線で終わっておりますので、もしかしたらここからもう一度この高値 142.7 付近を目指してくる展開になるのかなっていう感じもします。ただ全体的には下落トレンドの途中で、 GMMA もまだ開ききってないところでぶつかっておりますので、私的にはもう少し下、この切り上げライン、この付近までは下落してくるのかなというような印象を持ってます。そして今ストキャスティクスもデッドクロスしようかというところにありますので、やはり上値を追っていくというよりも下落していくという可能性の方が高い感じがしますね。週足です。週足もストキャスティクスが週明けにはデッドクロスしそうな雰囲気を見せてきてます。そして先ほどの切り上げラインがこの白い方ですね。そして今この赤の上昇チャンネルを下抜けしてきておりますので、ここでの戻り売りで、ここに N 波が形成されるとすると、この付近ですかね、131.2 付近までは下落しそうな雰囲気を持ってます。以前にお話ししてたと思うんですが、今 MACD のヒストグラムが下向きになってきております。そして一旦下向き、こことかこことかそうですが、一旦下落の方向に入りますと、そのまま下落が続く基調になりますねっていう話をしてたんですよ。今もしかしたらそこに来てるのかなっていう感じがします。もし週明けここでデッドクロスしてくるようですと、 MACD のヒストグラムがさらに下に加速していくと思いますので、そうなると大きく下落していくとイメージしております。日足です。現在はこの安値からこの高値に引いたフィボナッチリトレースメントの 50% 半値のところで反発して、さらにもう一度落ちてきて 38.2% のところで再度反発して、そしてダブルトップを形成するような形で再度下落しようかという雰囲気に見えます。私的にはこの上昇チャンネルを下抜けしてきたので戻り売りだと思っておりますが、ここでの押し目買いということも考えられます。まだ日足単位ではここの直近の高値の安値っていうのはまだ抜けておりませんので、ここでこのまま上がっていくという可能性も考えられますけど、月足も週足も下落トレンド中ですので、ここから上値を追っていくというよりも戻り売りでやる方が優位性があると思ってます。そして日足のストキャスティックスも少し怪しい状態になってきておりますので、次の週明けっていうのは戻り売りで狙っていくのがいいと思いますが、月末になりますので、いつも月末ポンド上げますので、ちょっとそこは注意かなと思ってます。では4時間足です。4時間足のストキャスティックスも安値圏にはありますが、最終またデッドクロスしてきて、 MACD もヒストグラムが下向いておりますので、まだまだ下落圧力はあるのかなという感じですね。そして感じ的にはここエリオット波動5波が終わって、修正波が終わったのか、もしくは修正波の ABCなのか、ここから C 波が始まるのかっていうところで、どちらにしましてもこのボックス内で動いてるのかなとイメージしておりまして、一旦は上抜けしてきましたが、今またボックス上限で昨日も反発して下落してきておりますので、このまま行くとボックス下限ぐらいまでは落ちてくるんじゃないかというようなイメージですね。で、大きくはここに N 波を描いて下落していくと思っております。それでですね、今ここちょっとフィボナッチリトレースメントがここ、固まってるんですけれども、この付近っていうのは少し抵抗が強いかなと考えてます。135円ミドルぐらいですね、ボックスの下限を抜けたあたり、この辺はいくつも線が重なってますので、そこそこ強い抵抗になると思っております。今一旦この安値からこの高値に引いたフィボナッチリトレースメントの半値 50% のところまでは一旦つけております。そこから反発して上がってきたんですが、この高値を抜けずにまた下落してきております。つまりここの高値の安値っていうのはここですね。ここを4時間足単位で今下抜けしてきておりますので、4時間足も下目線です。
月足も週足も下目線、日足だけは上目線ですが、4時間足は下目線になってきますので、私は下に行く可能性の方が高いんじゃないかなと考えてまして、次週明けは一旦この下をトライしてくるのかなと。そしてここを強く抜けてくると、さらにもう一段下 134.9 付近、この、フィボナッチリトレースメントの 61.8%、 ここの赤いラインなんですが、この付近を目指してくると思ってます。そしてその次はこの安値ですね、133円付近ですか、という風な転換になるんじゃないのかなという感じがします。昨日の動画ではポンドドルが強いのでっていうお話をしてましたが、ポンドドルもよくわからない動きをしておりまして、上がると思ったら下がってしまったので、やはりここから下落基調に転換していくのかなっていうような個人的なイメージです。それでは週明けも頑張っていきましょう。今日も最後までありがとうございました。たかしでした。バイバイ。